今日はあそこに書いてありましたが、沖縄の戦争遺跡ということで、中田さんに来ていただきました。2016年にこの講座を始めたんですが、2016年の、5月だったかな、4月だったかな、ちょっと、覚えてないんですが、あ、今日の資料のところに入ったかな、ありましたね、5月7日ですね、5月7日に伏流っていう特攻兵器の話を東京新聞の記者の方に来ていただいて話していただきました。でその中でというかその後半のところで、中田さんに来てもらって、少し湘南海岸の特攻の、いろいろ話してもらって、その後実は中田さんと、5、6人で江ノ島を歩いたんです。江ノ島のあの辺りを歩いて、今日来た時にあれ以来かななんて言ったけど、いやそれからあちこちあってるんですが、江ノ島の周辺、湘南海岸とか、伏流 の、 基地というか訓練のあれがあったりとか、そんなところを歩きました。で、5、6人いたんですが、その時1人女の人が来てて、その女性が長靴持って行った方がいいですかって言って、いや僕大丈夫じゃないのって言ったら、長靴は当然必要だったんですよ。で彼女はサンダルを全部ダメにしちゃって、もうしょうがないからサンダル分、サンダル代のお金を出して弁償したんですが、その彼女がこれを書いてくれました。これは今仙台に住んでるんですが、毎回仙台から送ってきてくれてます。本当にプロの書家です。書道の書家です。ちょっと名前覚えててもらうといいなと思うんで、旦那が朝日新聞の記者です。児玉さんという小さい玉って書くんですが、時々彼の写真が朝日新聞の紙面に載っかってます。児玉重隆っていうのが旦那さんで、その奥さんが、これを書いて送ってきてくれてる人です。いつも講師の人が、この字は誰が書くのっちって僕ですと言いたいんですが、それはないので講師の人によってはこれちょっと記念にもらっていくよなんて人もいてそれくらい本当にちゃんとしたこんな言い方するとだんだん上手くなってという要するにこうバランスが取れてきて、すごいなって思っているんですが、今仙台に住んでいる人です。去年の5月かなまでこっちにいたので、ずっと書いてもらってたんですが、その続きで今も仙台から送ってきてくれてるという、そんなことを思い出しながら今日中田さんに来てもらいました。さて余分だというか話はそのくらいにして、今日は沖縄の戦争遺跡ということで、都立高校の先生をしていました。で僕一番最初に会ったのは浅川の地下壕、今日の資料の中にも入ってますが、東京の八王子に浅川地下壕という巨大な地下壕があります。それの案内は本当に彼一手に引き受けてやってくれています。でその後話をまた後でどっかに出ていくかと思うんで、僕が言うあれではないんですが、中田さんは八王子、僕は隣の立川なんです。で近いこともあって、時々こう浅川の地下壕行ったりとかしてるんですが、こっそり違うところから入れてもらったりとかなんてこともちょっとあったりもしたりして、というんで、あれですが、小川高校、町田ですよね、町田にある都立の小川高校が最後の学校で、それに至るまでに市民講座、多摩地域の戦争遺跡をめぐる、公開講座をずっとやって、多摩地域にとどまらずに、沖縄だったり、それからあちこち伊豆半島だったりとか、あちこち行って、沖縄は確かさっき聞いたら、もう10回以上行ってるみたいで、北海道もこうエリアを広げてという状態です。で今日は沖縄の戦争遺跡について、少し時間をかけて話をしていただこうということで、早速始めますが、大まかな今日は5つのテーマを考えてきました。5つです。1つは、6つかな、正確に言うと6つかもしれません。1つはまず音楽を聴いていただきます。音楽、サトウキビの歌っていうご存じかと思いますけども、音楽で映像も流しますので、映像を見ながら音楽聴いてください。10分間。それから、2番目ですか、2番目が、ガマをテーマにします。ガマですね。
それから3番目が姫百合やと白梅ガットですかね、女子ガットタイプですかね、それが 3番目、それから、あ、もみかな、うん、その次が、その次が、集団自決ですね、集団自決の話、そして、その次が、戦争マラリア、戦争マラリア、すみません、6つ並びましたね。で最後が、すみません、最後が、マブニの丘ってね、もうそれを最後にしたいと思いますが、まあ、時間が大体4時半ぐらいっていうんで、まあ、私も一応計算しながら、全部ができるようにはしますけれども、途中は間引きするところはあるかもしれませんが、まあ、最後のマブニの丘っていうのは、まあ、締めっていう形で考えてきましたので、最後のマブニの丘については全部終わるようにします。それから一応私画像というかこういう写真が趣味で、写真をいっぱい撮って、まあ、それをできるだけ見ていただいて、ただ一方的にこうお話すんじゃなくて画像を見ながらっていうんで明かりを落としますので、こう画像を見ながらですね、聞いていただければなということでよろしくお願いします。じゃあ早速ですけども、音楽からいきますので、
あの何回か出てきたんですけども、あのあれはあの琉球新報が ああいう沖縄戦っていうテーマであの作って、本当のあの新聞の大きさに、当時こんな国報道がっていう、そういう意味で作ってあるんで、あのアマゾンかなんかですね、1500円ぐらいであの注文すればあの取り寄せます。では先ほどの順番で、まず、あのガマっていうテーマで、それはどうぞ待ってきました、ガマの叫びを聞けということで、まずちびちりガマ、それからシムクガマっていうのが読谷村というかというところにありまして、まあ、代表的なあの象徴するようなガマの2つなんですけども、まず83名が集団死、また集団自決とか、だったちびちりガマ、こちらの方はあのもうこういうあの部屋学習に使えるように駐車場なんかが整備されていて、あの非常にあの行き着きはあのすぐあのここにたどり着きます。でそのちびちりガマ、全長50メートルで140名が避難したけども、そのうちの83名が集団死と、その大半が、小学生、子どもということになります。ちょうどあの 紫村っていう観光地ですか、まあ、その辺の近くなんですも、はい、こういうようなあの独特の雰囲気があるところで、近所実る諸国家が、こういうような部屋の像なんかもその入り口の方にデーンって、あります。で、3年前の新聞記事です。ちびちりガマがですね、損壊を受けたと、いうことで荒らされたというんで、大変なあの大きな報道がされまして、じゃあ誰がやったんだって言ったら、少年たち4人の少年たちが肝試しにやったってね言うんで、まあ、その後聞いてみたら、この4人は、長い時間かけてですかね、あの研修を受けて、あの研修を受けたというようなことを聞いてます。で、このちびちりガマの方は、言葉として、集団自決っていう言葉と集団死っていうね、言葉がありまして、まあ私はあまりあのこだわらないんですけども、まあ、集団自決とこう自分自らがっていうイメージなんでしょうか。あと、いやそうじゃないと、それぞれ軍命、まあ、軍ですね、党によってっていう、そういう意味の、まあ、集団死ってね、まあ、言葉っていうのはなかなか難しいのかなと思うんですけども、で、その内部の写真ちょっと引っ張ってきましたけども、こう遺骨があったり、これは1990年頃の写真で、その後1995年からは立ち入り禁止ということになってます。まあ、それがだからあの肝試しに入られたっていうんで、ああいうショッキングな事件だったんですけども、どうして立ち入り、禁止かって言ったら、この遺族会の方々は、肉親の骨が多数残ってるんだと、その我慢の中に入ってに、私たちの肉親を踏み、潰しているんだというんで、入るなというようなことになってます。で、14人から15人ほどが天皇陛下万歳と叫びながら自決した、その後毛布に火がつけられたり、ガマの中は地獄へさざがらの惨状となりました。その140人避難したうちの85人が非業の死、うち2人の老人は米軍による射殺で、した、約6割が18歳以下の子どもたちでした。このちびちりガマはあのちょっとあの
道路から階段を降りて、ちょっとこう下の方にあるんですけども、非常に薄暗くて非常に雰囲気が怖いっていうのが正直なところです。これはちょっとフラッシュをたいて、いて明るいんですけども、で、このちびちび釜の真相が分かったのは、終戦から38年後の1983年のことであったと言われています。今度はちむく釜の方になります。鮮明の住民の命が助かった釜であると、全長2570メートル、同じ4月1日ですけども、どうして、ここはちびちび釜にならなかったの状況にならなかったから、ハワイ帰りの住民が、説得しまして、それで、約1000名が救出されると。先ほどのちびちび釜との距離は、1メートルもないというような近い距離で対照的な釜になります。このシムカマの方は私も2、3回ぐらい行ったんですけど、どうしても迷っちゃうようなちょっと小さな小道をなんか辿ったりしていくところですが、非常に大きな釜です。このように中央には小川が流れていて、ちょっと匂いなんかもしたりしますが、まあ、両側はこんな風にして歩くようになります。こんな感じですね。で、そのハワイ帰りの住民が、説得して、1000名が避難救出されたわけです。で、それが、右上にあるですね、それがハワイ帰りの住民で米兵と話をしているところで、で、そのシムクカマル入り口には救命洞窟の日ということで、このハワイ帰りの住民のおかげだというようなことで日があります。今度変わります。沖縄県庁最後の地、また住民日本兵が、こう避難したというそういうところで、轟きの号って言いまして、こちらも道路からすぐにですね、階段を上ってってね、非常にここは、行きやすいところです。糸満市です。窪地の地下になります。全長100メートルですね。でここも、住民はここで600名が保護されて、います。こういうところに、南部病院からちょっと車で行ったところのところにあります。轟きの号は窪地っていうことで、こんな風に階段にずっと下がっていくんですね。で、近くの住民の他にも、他の地区の住民もどんどん入ってきてき、たということで、でさらには6月4日には沖縄県庁の職員、また島田知事一行、警察部長らも一緒に入ってきています。まあ、こんな風にですね、どん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 こう下に下にって下がって、行って、入ってきますが、その沖縄県庁の島田知事も、一旦入っここに避難しましたけども、今度は摩文仁の方に司令部に合流するっていうんで、出て行ったと。でその後日本兵も、15人から16人が入り込み、住民など官民を湿地帯へ移し、衛兵をつけて監視を始めました。その後食料強奪や幼児 虐殺などを行いました。ここはちょっとみんなかがんで入ってますね。ここが難所なんですね。非常に狭いところを、下の方にくぐりながらって一箇所しかこれ出入り口がないところなんです。で、しかし、
右奥には住民の10世帯が避難し、食料あったけども、火を使うと煙が出るので、大豆を行って食べました。で、中央に小川がこうずっと流れて、いますが、死体、宇治、地、糞便などドロドロに溶けた汚水が、ここを流れてひどい悪臭であった。あの沖縄の釜って基本的に地下にあって、こういう小川に、両方こう釜があるっていうのがね、そのパターンが多いですね。で、そういう悪臭する水もですね、飲む人もいたと。それから天井からの滴なんかを、飲んでいた人もいたと。で、先ほどの図をちょっと見ますが、真ん中が出入り口っていうのが、先ほど言ったようにすごく狭いところで、で、向かって右側の方にが乾いたところで、日本兵、あと県の職員で、左側の方にもあるんですね。で、こちらの方はジメジメしているところで、住民がここに、入れさせられたと、言います。これは上から見たところです。ずっとこれ見学を終わって上に上がって帰るところです。この写真はどうですか、見たことあるかと思います。これが轟の豪なんです。ちょうど人が、下の方からこう上に、これは救出されるところですね。ちょうど地面が陥没したようなイメージですね。これが轟の豪になります。6月25日600名が保護されています。今度はまた変わります。周りがサトウキビ畑で、旧暦5月5日、6月14日に、この救出されたっていうんで、塩平権現祭が行われるっていう、そういう釜、洞窟ですが、塩平権現堂と言います。糸満市の塩平で、全長240メートル、住民550名、ですね、避難し、6月14日に、住民が投稿して助かったと、いうことです。塩平っていうところになります。で、そこの、入るところには鳥居があるんですね。どうして鳥居があるかというと、鳥居の後ろには記念碑があり、記念碑の後ろ、この暗いところ向かって右側の方が、ガマの入り口になります。手榴弾とかこうね、なんかこういう見学用の案内ですね。で、中にはお椀とか茶碗、皿、瓶などの花片が大変今でも、散乱しています。これですね、2ヶ月以上ここに身を隠して命を守ってくれたガマということが分かると思います。見てください、右側の方はこの鍾乳石ですね。で、左側の方がこう平らになっているのは、ここに、2ヶ月ずっとですね、ここでじっとしていたと、避難民がいた場所だと分かります。立ち上がるような高さもあれば、あとこうかがんでいくところになって、要するに鍾乳洞ですね。ずっと中の方にはですね、案内っていうかね、これは10メートルっていう印ですね、ずっとあるんですね。今度40メートルとで、食事の方は米軍の攻撃がやむ夕方、家に帰ってそこで煮炊きをしたという、そういう2ヶ月の生活です。今度50メートルとずっとあるんです。60、70とで、私大抵は一人で行くもんですから、
こういうところも一人で入らなくちゃいけないので、でまあここはあの通り抜けられるっていうのことをなんかで、ね、あの、読んだので、じゃあ行ってみようかっていうことでどんどん行きましてですね、まあ90メートルとこまで行ったんですけども、よくよく考えてみれば自分一人だし、まあ、懐中電灯が何らかでトラブルでもうそれ聞いてしまったらもうこれは終わりだと思って、あのもうちょっとした恐怖を感じましてあのやめました。やっぱり一人では行くものではないんですよね、はい。で、この鳥居があるのは、500名の命が救ってくれた釜だということで、旧暦5月5日、6月14日には権現祭を行っているんだということで鳥居があるわけです。この釜は、神様になっているんですね。今度はまた違うところです。まあ一番大きなのガマといったらあの糸数号って言いますか、そこなんですけども、沖縄戦の実相が凝縮されたガマだと、いうことです。で糸数号です。全長270メートル、修学旅行生、年間14万人で、どうしてあの凝縮されたかって言ったら、最初はあの日本軍の戦闘指揮所、まあ、この近くに米軍が上陸してくるかもしれないということでの戦闘指揮所で、その後米軍が上陸する前あたりに、204人の住民が避難し、またその後米軍が上陸すると将兵1000人が搬送されていくと、さらに米軍の攻撃に遭うと、で最後は8月22日です。住民100人、日本兵7名が投降して、しますが、結局ここ住民は47名がですね、ここで、亡くなっています。糸数号アブチラガマって言います。まあ、ここはあのこういうふうに総合センターなどきっちしあの設備が整っているところです。これは私が上空都立上空南高校の時に行った時の生徒たちです。なかなかあのこの糸数号アブチラガマはあのこういうふうに、平和、のこの修学旅行を出したらこの号が一番なので、これを予約するのが大変なんです。半年前にですね、ファックスで、先着順だというんで、その修学旅行の担当者はですね、半年前の9時かな10時かな、まあ、その時間に、ファックスを流してそれで先着順と、でだいぶあのそのために参拝したけども、自分に希望通りは取れなかったんですね。まあ、そうすると修学旅行自身がこう組み替えたりなんかしたり、あとは8クラスとか10クラスとかあるとこう2つに分けたりとかね、大変これが苦労するところですけども、まあそれなり の平和学習に一番適したガマが糸数号です。まあ、こんな風にですね、ガイドさんもきちっと説明してくれていまして、でちょっと説明もう一度いきます。1944年7月、日本軍の戦闘指揮所に、なりまして、兵舎、倉庫ですね、井戸、トイレ、発電機、糧末倉庫、食料ですね、秘密資料室などが作られたと。ここから入るんですけども、で3月下旬に艦砲射撃が始まると住民も避難してきます。で、ところがガマにいた日本軍は、首里城周辺の米軍と戦闘の状態にあった石部隊を支援するために、このガマを出ていきます。
でこの入れ替わりですね、負傷兵がこの釜に搬送されて行きまして、沖縄陸軍病院の糸数分室号軍医衛生兵看護婦それに悲鳴リカット隊も加わって治療活動が始まっていきます。まあ、こんなふうにあの見てください。このきちっとあの順路ができていまして、あの非常にあのゆったりしたですね、ちょっと釜とは想像つかないような大洞窟になってます。で毎日、将兵が運ばれて多い時で700人を超えたと言います。で二段棚のような病室には、負傷兵がびっしりと寝かされていたと言います。で食事は1日1回味付けおにぎり、そのご飯を炊いたのは地元の女性たちだそうです。この釜にはいろいろこういうような案内がですね、傷風患者ですね、がこの辺にいましたよと、あのきちっとしたあの消毒がなされないと、バイ菌がこうあの体に入っていろんなあの脳症を起こしたりするそうです。で、ヒメリガクト隊は3人に1組で水汲み、大砲巻き切断された手足の片付け、患者に関する一切のことをさせられ、精神的にも肉体的にも無感覚状態に陥ってしまったそうです。ここは死体置き場です。でそれが、だんだん状況が悪化しまして、5月25日今度その陸軍病院、早原の陸軍病院が、キャン半島に交代するっていうようなことで、この糸数分室もそれに、合わせます。で重症患者150名には青酸カリと乾パンを配布し、で、そのキャン半島の方に、釜に移動しました。150人の重症患者と軍の食料を守る役目で残った日本兵4名、それに地元を含む住民50名がこの釜に残っていることになります。で、その日本兵は、米軍には絶対降伏しない、釜から一人も捕虜を出さないと言って、銃を持って監視しました。6月6日10日今度は米軍の攻撃、艦放射器、ガソリンを投下したり、応輪弾を投下したりして、です。で、この天井黒いのがその巣になります。こういったのを米軍の馬乗り攻撃と言います。これも広いですね。あのこれ上から撮ったところなんですけども、もちろんこれはあのフラッシュ焚いてあのやってますので、中は真っ暗ですから。で7月に入って、住民が戦争終わったことを伝えようとしたら、その人たちも軍、日本軍はスパイだということで、3人が銃殺されています。8月20日になってようやくですね、米軍の説得に応じて住民100名、日本兵7名が投降し、ガマを出たということになってます。で、この号で亡くなった住民は47名ということでした。まあ、あの高校生たちにとってもですね、あの、まあ、大体30分から40分ぐらい中入るんですけども、あの非常にガイドも上手ですし、まあ、あのなんといってもあの40名がですね一度にずっと入るところってのはもうここぐらいしかないんじゃないかということでの、あの修学旅行での一番人気っていう釜になります。さあ、この糸数号の釜で、このようなもの、米軍が使った手榴弾とか砲弾とか、あと医療、のすりなどが見つかっています。最後にもう一つですね、アンディラ釜、まあほとんどあの無名さら無名ですけども、まあ同じようなあの状況だったんですけども、これもちょっと付け加えておきます。
で、こちらは糸満市の真壁っていうところになります。これはあのレストランです、茶どころ真壁チナってね、結構有名な、ところなんですけどね、明治時代に建てられて、この沖縄戦でや、焼けることなく、戦後もですね、今も使われてるんです、戦後は仮の役場診療所に使われたと。で現在、国の登録有形文化財にも登録されてるんです。なかなかあの雰囲気もいいですよ、こういうようなね、昔ながらの、民家って言いますかね。で見てください、柱、このような重工跡、これはちょっと外側ですね、銃弾がめり込んでいるってね、この、 あの黒いところがそうですかね。ということで、まああの食事しながらあのそういうこういう戦争遺跡にも触れるっていうことでね、まあ、絶好 の、 あの場所かなということです。で、じゃあその窯です。でそのね、先ほどの真壁地中あの、の近くなんですね、アンディラ窯です、で、住民がここに避難していたが、日本軍がやってきて、出てけと言って、その後またここに入った日本軍は、米軍に包囲されて全滅します。で、住民もバラバラになってしまったんですけども、その住民も、再度このアンデラ窯に、はい、避難してきます。で、全滅した日本兵の廃山兵もここに入ってきます。ということで住民と日本軍との雑居状態になってきます。でどういうことが起こるか、子供が泣くと、泣くならここで殺しなさい、殺せないなら近くにある池に連れて行って殺せと言われたり、日本軍の幼児殺害命令によって、母親が子供の頭を捕まえて水の中に押し込む光景がありました。また兵隊や住民が、母親に対して赤ちゃんの泣き声でゴーがアメリカ兵に発見されたら、ゴー全体の人が犠牲にならなければいけないから、このゴーを出ていくか赤ちゃんを殺すかどっちかにしてくれと言われ、母親が躊躇している間に日本兵が子供の首を絞めて殺しました、はい。今あの大体のガマの様子は、向かって右側です、左側か、ガマのものを引用させてもらいました。あとあのが、B4 のこのものは糸数アブチラガマ、これをあの使えるところを印刷して配りました。あとは外説で ありますね、こち消し止めで、まあ、それが2045年のあなたへってね、あのこちらですね、これがあのその外説。あと、一番こちら右側の方が、私が一番あの活用している、これはあの今でも注文すればあの買えます。その沖縄県の県立の平和記念館の資料です。であのガマの方はですね、私もこれを、まあ、まだあるかなと思ったんですけどもアマゾンで見たらなんと1冊1万円あのこちらですね、これ1万円なんですね。あのもうあのそれで私も出版あのなんだし、出版社か、あ違うな、著者か、問い合わせたんです、そしたらあのもう絶版にしているということで、そういう市場ではあの1万円になってしまっているんで、あのそのこの右側の方はあの入手、ただこれあのアマゾンではね、あの
出てこないんですね。だから本屋さんかなんかでこれは手に入れられまして、あのこれですね、これはあの非常にいいです。私ももうボロボロになるまで今もうあのもうバラバラになるぐらいまでに使っていて、非常にコンパクトで、あのとにかくあの写真がいっぱいあるもんですから、これがあのおすすめ、です。はい、以上で、まずは、そのマブニの丘っていうんですかね、あの中央の方があの平和の礎ってねいうところになります。で手前側が資料館ですね。でずっとあの奥の方がいわゆるマブニの丘ってね、後で私があの一番おすすめするところがそこなんですけども、で、これはあの3年前にあの新しくできました全学徒隊の碑ってね、非常に大きいです。これちょうどあの平和の礎の正面の入り口手前あたりね、でーんってこれがあのできて、今います、まあこんな風に説明があるんですけども、まあこれを見ると、男子は14歳から、女子は15歳からと、戦場に駆り立てられたと。でその下が、その学校名に、なります。まあ、志願学校はあの男子と女子それぞれ11、その他あの女学校も、まあ、含めて、今では、まあ、あの 高校ですか、まあ、あと中学校もあるかもしれませんけども、まあ、それが19ですね。これがあのいわゆる学徒隊ということになります。でここではあの、県立第一中学校、今の首里高校ですね、それと、あとはあ姫入り学徒隊、ですね、師範学校女子部と、第一高等女学校姫入り学徒隊、あと、県立第二高等女学校ですね、これ白梅学徒隊って言います、まあ、この3つをちょっと紹介したいと思います。まず、一中ですね、ちょうどその首里城の、まあ、裏側といいますかね、ちょっと降りたところに実は大変あの素晴らしい資料室です。まあ家ですね。それからこれは、なんだ、芋ですか、あの毛ですね。それからこちらは衣装、こういうものがあの本物ですね、展示されています。で、まあその中で、学徒たちは陣地構築ですね、の、まあ、労働ですね、その他急増爆雷っていって、ですね、背中に背負ってるものですね、これを背負いながらあの突っ込んでいくわけですね、戦車へ、体当たり攻撃、切り込みと言います。その他これも危ない、の任務だったと、電線などが切れた時に電令で、走るわけですね。で砲弾の雨のように振りまくところを、こういう通信の役割で、行くっていうんですね。その他あの女子学徒隊が看護ということです。さて、まあ、これも私伊原第三外科校つって、まあ、この中で、ですね、81名姫入学徒隊はそのうち42名が、犠牲になったというところです。で、生き残った15人は、ガガを出てきて、行きます。で、白百合、と乙姫、これを合わせて、ですね、姫入りっていう言葉になってます。で、現在はもうこの学校の跡というのがあって、現在はあの大道小学校ですか。という、あとはあのスーパーだったりとかということで、
こういうあの同窓会がこういうモニュメントをそこに作っておいてあります。でこれもあの修学旅行の一場面です。大体あの修学旅行では、行ってからその夜ですね、夕食後に、こう体験者を呼んで講話を聞いて、その次の日にあのガマとか、マブニノカとかヒメイリとか行きます。この方は宮城菊子さんです。実はもう、4年前にあの車が、もうお亡くなりになって、います。これですね、本今でも出てます。あの、ひまりの少女16歳の戦場という大変あの読みやすくなっています。戦後は小学校の教員をして、その後退職後は、その姫入平和記念資料館の運営委員、証言委員、そして2014年ですねにお亡くなりになってます。さてそのもともとはこのあさとっていうところにあのその学校があって、それで、最初はあの早原ってね、ここに、あの移動します。でこの早原の戦争遺跡、きちんと整備されています。まあ、全体的にこの山になってますけども、山の中で、まあ、2カ所ですね、まずは病院号ですね、20号って言うんですけどね、ここがあの復元って言いますか整備されて、あと中に入あのガイドと一緒に中に入って説明を受けられます。それともう一つ召し上げの道っていうのがありましたね。これもあのそこをあの歩くことによって体験するっていう風になってます。まあ、あとはあの、ちょっと隠れてますけども、早原文化センターっていうのも、まあ、一つ の, あの見どころって言いますか、になってます。まず、召し上げとは、ご飯をですね、炊いたご飯を、その兵士たちのいるところに運ぶって、運び屋ですね。まあ、こんなあの醤油だれに入れて運んだっていうんですけども、先ほどはあの、召し上げの道、実はあの上り坂、下り坂ってね、山を越えることになるので、大変だからこれが難事したんですね。で、その召し上げの道っていうのが残ってるんですよ。まあ、残ってるというか、これを残したんですね。で、ちょうどこの見てるところが、その召し上げの道になって、次行きます。そこの上に道路ができてるのは、これ線もできた、できてしまったんですね。で、それを越えてきますと、なんか階段見ます。これは苦肉の酒なんですね。実は、ここのところっていうのは、盛り土をしてしまったんですね。70メートルの盛り土をして、実際その召し上げの道も消えてしまったんですけども、先ほどの階段で、まあ、なんとか辻褄を合わせたということです。でこの矢印の先があの、まあ、保存というか、この丘を登って下るってね、保存されています。まあ、ここをずっと上がっていくんですよね。まあ、上がるところはちょっとこう階段なんかができていて、ちょっとここはあの滑りやすいので、で上がったところから今度下り坂なんです。これちょっとこの写真どっちだか分かんないようなんですけども、上から撮った写真なんです。まあ、これがだから現状保存されていて、ロープがついてるのはもっともなんですね。私も、雨上がりここを撮るとね、すごく滑りやすくて急です。当然だからロープを持ちながら、こう降りていくっていうことになります。これも大したあの勾配ないように見えますけども、結構あの大変です。だからこれを先ほどのあの樽に二人でね持つっていうのは、あらあの我々大人でも大変なことじゃないかなと思うんですけどもね。でまあ、実際はあの夜中ですね、夕方から夜にかけて1時間かけて、
その井戸があるところで、ご飯を炊いてそれを、行って持ち帰ってくるってね、まあ、大変なことだったんじゃないかなと。さあそれで、実際あの号ですね、二十号っていうところが、保存公開されています、第二外科号群の二十号っていうところです。で、これは、全国で1990年第1号をですね、早原町が指定したということになります。長さが70メートルぐらいのそういう人工号です。で、まあ当時こんな様子だったってですね。で、実はこの下の方から実際ずっと上の方ですね、西口の方に、この辺がコースになっていますけども、まあ、こんな風にベッドがあってちょうど真ん中あたりが手術台があったということです。で、これも早原文化センターで、実際こんな状態だったということで再現してあります。非常にだからここを見てから入るっていうのが非常にいいんですけども、この様子ですね、枕元にあるこのピンポン玉、これはおにぎりなんです。最初はソフトボールぐらいの大きさだったのがだん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 小さくなって、このピンポン玉のようになった。1日1個おそらくそれで柱にかけてあるのがまあいわばおしっこをですね入れるそういう入れ物っていうことです。でこれが手術台です。で、実際入るには予約をして、もちろん有料です。それで時間をこう決めてですね、入ります。で、これに関しては、整備工事費は6900万円、国は半分補助しました。あと維持費としては年間450万円かかるということです。はい、このような感じです。ちょっと気持ち悪いですね。この天井がこう黒々としているところ、まあおそらく全体が黒かったところが要するにここが人工法ですからこう崩れやすい、地盤でボロボロこう崩れていくとその部分がこの黒い部分がなくなってこうまだらのようになって気持ち悪いんですけども、火炎放射器の跡、それから下の方の地面の杭ですね、まあ鉱木っていって、この崩れないように、安全対策をしていたというのが現在はこう腐ってないと。でこういう感じですね。人がやっとこう通れるぐらいのこういうところに、両側に2段ベッドがずっとあったというわけです。で私行った時には、まあ、一つサービスとしてですねあるものを嗅がしてくれたんですね。この、女性がガイドさんです。でこの人は、まあ、その私と一緒に入った、たまたまですけども、嗅がせてもらっていまして、これですね、郷内周期って周期っていうんですか、これはいろんな証言を参考にして、そういう業者に、人工的に匂いを作ってもらったと。でそれはかなりお金もかかったそうです。終わった後に嗅がせてくれるんですね。で、私も嗅がせてもらいましたけども、どんな匂いかって言ったら、まあ、大体沖縄の南部はもうそういう匂いだらけなんですけども、豚舎とか牛舎とかああいうところの匂いです。そういうそのところってねちょっとこう うんちのような臭いなってね。で、まあ当然ですね、ゴンの中は、そういう糞尿とかなんかもうずっとそのままなってたんですから。でこのガイドさんがですねこんな話をしてくれました。
あの米兵がやってきてこの薬かあのこの匂いを嗅いだらこれはあのイランとかイラクとか あちらの方でね、嗅いだ匂いだとねとかあと監獄さんがあの嗅いだ匂いって言ったねこれはあの刺繍だと、まあ、あのそういう匂いと想像してください。はい、それで、ヒメリ、ガプト隊は、ハヤバルからずっと南へ行って、伊原ってね、イトスとか、ナミヒラとかこういうところに最後たどり着きます。でこれはあの普通の観光コースに入ってません。その沖縄陸軍病院の本部号です。先破って言うんですけどね、まあ、こんな風に、病院の塔ってなって、ベンチがあって、まあ、ここでいろいろあの催し物なんかをするんでしょうね。でこの本部号は私も何回も3回ぐらい行ってやっと見つけたぐらいで周りが何にもないもんですからですね、なかなか見つからないで、ここにあの養鶏場って出てますけどもこれが目印でしたね。この近くに あります。これは引かないとダメですね。平和資料館のところに行ってどこですかとかこう地図書いてもらってもおそらく分かんないぐらいのところです。で、その本部号が、この向かって、左側の方にですね、あります。これも自由に入れます。その図ですね、こういう図で、道口ってね、まあ、この辺からこう階段とか下っていって、最後は池川のような池があります。まあ、これが、本部号です。まあそんな狭くはないし広くもないってまあほどほどなところですかね。でこういうふうなところを降りていくんです。で6月14日はですね、砲弾艦砲弾が爆発して、その近くにいた人たちが即死、その他日本兵も重傷を受けましたと。で、電電に来たヒメリガクトもここで、その被害に遭っています。それからこの本部号の病院長ですねも直撃を受けて、手術を受けたけども、亡くなりました。ちょっとこれ池があるところですね。それで6月18日夜解散となって、米軍の激しい包囲攻撃の中を、ヒメリガクト隊は、戦場をさまようことになりました。はい、こんなようなですね、茶碗とかなんかも残っています。今度は第一外科号です。これはヒメリ島のすぐ近いです。ただしまあヒメリ島では例えばバスで皆さん移動しますけどもそこからまあ、15分ぐらいですかね10分ぐらいかな、行けないことはないです。ここも自由に入れます。ちょっと狭いです。こういったところを下がっていくんですけども、ここは他の号がですね、やられましてここにみんな集まっていくんですね。号内はすし詰め状態となって身動きができない状態であった。先ほどの平和学習で読んだちょっと名前ですかね。あの方はこの第一外科号の方に来た人です。で6月17日にやはり砲弾が落ちて、10人ほど犠牲になってます。でまあここが一番下の方ですけどもでここでも、6月18日にですね解散命令が出されたと。まあ、その時の引率した、中曽根生前先生は早まったことだけは絶対するなと、いうことで、夜明け方4、5人ずつ間隔を置いて、号を飛び出していた。
これはもうあの普通あの、観光コースにはあの絶対乗り込まないっていうところで、まああのレンタカーかなんかでは行くしかないんです。荒関海岸っていうところが、この姫入り学徒三下の跡の碑があるところです。これもあの私も地図で、教わったんですけども、やっぱり2回ぐらいぐるぐる回ってやっとたどり着いたっていう。ただあのこういう看板はちっちゃい看板ですよ。それはポツンポツンってあるんですね。で海岸に出ればあのちゃんとあの舗装っていうんですかね、あのコンクリートでちょっと少し道を作ったりして、この赤いところが、その三下の跡の碑があるところです。まあ、これまでればもうすぐたどり着けます。でこういうような碑があって、まあ、この、大きな岩の下あたりに隠れていて、まあ、ここで、米軍 の攻撃で亡くなったというところです。ここでちょっと歌をですね、島果てに花と散りにし愛しごよ夢安らけく眠れとぞ祈る、もう一つあります。岩陰に一筋の黒髪乙女子の自決の地なり波もとどろうに、この中曽の生前先生のも、一緒にあの印刷してであの生きて正解して、大学の先生なんかになった人でもあります。でいろんな著書なんかも残してます。であのたまたまですけども、行った時に、ニワトリが3羽いましてね、これは不思議だしてね、であの、まあ、そこで、なんか近寄ってくるんですね。あの、まあ、そこで、まあ、私もあのお弁当を持って、この荒崎海岸で食べようと思って、それで見て帰る時におそらくニワトリもなんか待ってんじゃないかなということで、ちょっと残してたんですね。そしたらニワトリもですね待ってましたということで、あの私の残したお弁当をあのついばえんでいました。で私は、まあ、これはあの姫理学徒 の、まあニワトリに、の姿を変えて、会いに来てくれたのかなと私は勝手に思ってまして、その後1年後かその後もう一回行ったんですけども、当然このニワトリには出は、なかったと。はい、以上があの姫入りガクトということで、今度は、あの白梅ガクト第二中学校第二、あの女学校ですか、白梅ガクトを追うということで、もう一つ見てきます。これは八重瀬公園っていうところが野戦病になってます。500人がここに収容されたっていうで、このところに壕があります。これですね、ここでは手術をしてたと言うんですね。で結構広いところです。でここもやはり、解散命令が出て、そのうち、この白雨学徒隊は56人のうち22名が犠牲になったところです。で、あとあのバックナー中将戦士って、まあ、あの米軍のナンバーワンの指揮者のナンバーワンの中将があのここで戦死したというところです。これがその埋葬式ですけども、その近くなんですね。近くに白梅野と上野郷、まあ、ここがあの軍のブスの置き場、それから白梅学徒の仮眠場にもなったところです。これが上野郷で、当然下の郷もありまして、下の郷がその前にですね、ここに白梅の塔っていうのが、あります。でその下の号が、この南禅工事っていうんですか、の
脇の階段を下がっていきますと、この下ですね、ここも自由に入れます。このように、お供え物が絶えません。ここで、解散命令後16名が、この号にたどり着いて、います。でその後米軍の馬乗り攻撃があって16名のうち10名が犠牲になったところです。ということで、こちらが白梅の学徒のところです。まあ大体今のところが大体後でご説明しますけども、まあ、もしよければ私が向こうの沖縄で合流してご案内できるところです。沖縄の南部戦績をめぐる旅、ガマの叫びを聞くっていうその一枚ペラのものをちょっと要点だけご説明します。まあ、こういった戦績の紹介すると行きたいなってとかね、連れてくれとかいうようなことで、まあ、私もただ紹介してはいどうぞって、いうより、まあ、もう一つちょっと今回現地で、来ていただければ、一日ご案内しますよっていうそういう企画です。ちょっとそのプリントの要点だけをちょっと前の方にしましたので、いつかしたら12月10日木曜日と11月11日金曜日、ここに限定、させていただいて、といったらもう私予約しちゃってるんですよ、全部飛行機からホテルまでで、各3、4名これは普通こういう成績面でするとまあ大型のなんですかね、タクシーとかね、あとバスとかなりますけども、まあ本当の個人店で軽または小型車っていうレンタカーを想定してます。それで3、4名で、あとどういうところに行かすか、これプリントにある通りです。で姫路、白梅学徒関係っていうのは先ほどずっと写真等で見ていただいたところを、じゃあ実際一緒に行きましょうとご案内します。それから後半部分マブニ関係って最後の出てきますので、そういうところも、ご案内します。で、共通しているのはそういう旅行会社が企画するコースにはなかなかなりにくいところですね。まあ、そういう乗用車でもってこう入っていく道とか、あと少人数ですよね。旅行会社っていうのはだいたい30名40名とかああいう多人数で行くところですから、だいたい限られるわけですね。ということで、それから現地集合来ていただければとね、その集合場所決めてます。で、あと解散場所も決めてます。であとはもうそれで各自ご自由っていうフリータイムっていうやつですかね。あとそれぞれのホテルとかあと航空機なんかもそれぞれご自分で、手配して、で12月10日11日に現地にで集合、それで現地解散みたいなんですね。で今流行りの GoTo トラベル、私も使ってます。35% 引き、それに 15% のクーポン券、つまりそのなんだ宿泊費の半分がまあ、つまり、なんだ援助が出るっていうね、非常にお得ですのでっていう。あと申し込みの方はメールアドレスが私のパソコンです。そこに11月20日までにご連絡あれば私でも対応します。もしこれ以上詳しいことをお聞きしたいことありましたら、終わったらどうぞ何でもご相談してみてください。以上その南部戦績をめぐる旅について、でした。では後半いきます。後半は集団自決についてですね。これも沖縄戦ではやはり外せないですかね。
というところなので、ちょっとそのコンパクトにまとめてみました。渡嘉敷島の場合っていうことで、紹介します。那覇の泊まりですか、ここから、40分ぐらいでしたっけ、で、ここへたどり着きますけども、その上の方が集団自決があったところ、それから真ん中が渡嘉敷っていう、まあ、米軍が上陸したところでもあるんですけども、まあ、この2つについて、まずは渡嘉敷ビーチは、渡嘉敷村の指定戦争遺跡になってまして、何があるかといったら、この特攻艇秘匿号ですね、陸軍の方です、海上挺進第三戦隊ってですね、マルデって、通称言います。まあ、海軍は海軍であるんで、あちらは信用って言うんですけどね、陸軍はマルデって、まあ、モーターボートにその爆弾だ、爆弾じゃなくてその積んで、で敵の艦、戦艦に船に突っ込んでいくわけですね。まあ、一種の特攻になります。でちょっとこう調べてみました。こういう陸海軍水上特攻部隊前進ってね、非常にほとんどこれに要約されてるんで、それで、この部隊について、ちょっと引用します。3月23日米軍の艦砲射撃空襲が始まり、戦死者マルレ、さっきの特攻艇です、特攻艇、の損傷続出。3月26日出現準備が終わり、変水って読むんでしょうか、準備中、つまり壕に隠していた、特攻艇を海岸まで持っていくんですね、そういう意味でしょう。本当に一応決まるも、これはね、実はこの時なんかおかしな指令が下ったんですね。渡嘉敷島から沖縄本島に移動しろと、そんな命令が下ったりしてるんです。で、しかし敵の攻撃が激しく、大半の丸で自沈やむなきに至る。結局特攻艇は使えなかったんですね。で3月27日未明、敵はそれぞれ20〜30台の戦車と歩兵300名のグループで上陸、応戦するも損害多く、区画陣地に後退し長期戦態勢に入る。まあ、ここからこの渡嘉敷島の島民の悲劇が始まってきます。で、この集団自決があったところ、いわゆるこれ北山って言うんですけども、字ですけども西山って言うんです、西山、で、大変見晴らしが良くてですね、このケラマ列島ですか、がこう一望できているところです。でここはかつて米軍のミサイル基地だったんですね。この方が案内してくれました。ここはミサイルがここに何ですか、ここで発射するんだってね、あとここにミサイルを格納するんだ、残ってるんですね。でこれその新聞記事です。かつて戦時中は集団自決の場が、戦後は米軍のミサイル基地、そして返還されて、青少年の家に今なってます。で、まず特攻艇秘匿号が渡嘉敷って この辺ですね、にありました。で、その集団自決の現場が、この北山っつって西山って読むんですけども、まあ、そのところ、あとその特攻艇の隊長赤松隊本部号も残ってます。まずちょっと経過です。1945年3月23日米軍の攻撃があり、まあ、艦砲射撃ですね。で集落はほとんど全焼して、山火事となった。で、米軍は3月17日に上陸で、先ほどのその赤松隊ですね、
陸軍海上挺身隊第三戦隊の、陣地があるところに住民が避難をしてきます。それで、その住民が集まるんですけども、軍は、フィジガって言ってんですね、そういうところに移動しなさいということになります。まあ、それで、ここで、329人が手榴弾等で集団自決となるわけです。で、そのフィジガってところですけどね、その前にこういう碑ができています。集団自決跡地ってね。で、この矢印があるところちょうど尾根伝になってます。そういうところの奥が、実際、集団自決地にとなったところです。で、ちょっとその様子ですね。3月28日午前10時です。西山盆地に集まった住民は逃げ場を失い、そこで、手榴弾2個ですね、もらって、それで親族が、2、30名が集まって、そこで手榴弾を爆発させます。で、それいうのを今なお抑砕場と言います。で、不発で、死を免れた者は、その赤松隊の方の陣地に寄せ、押し寄せていくと、その赤松隊長は、その軍の郷には入ってはいけないと、立ち去れと、そういう計画があります。こういう説明板にあります。それからその説明板の中にアメリカの新聞ロサンゼルスタイムズっていうのが、こう掲示されてましてね、1945年4月2日付の、その米軍のアメリカの新聞ちょっと引用します。なかなかどういうのか書いてあるかしたら、散乱する死体、ボロボロになった服を着さいた布端で首を絞められている女性や子供が少なくとも40人はいた。聞こえてくる唯一の音は、怪我をしていながら死にきれない幼い子供たちが発するものだった。人々は全部で200人近くいた。細いロープを首に巻きつけ、ロープの先を小さな木に結びつけて自分の首を絞めた女性がいた。彼女は足を地面につけたまま前に体を倒し、窒息死するまで首の周りのロープを強く引っ張ったのだ。彼女の全家族と思われる人々が彼女の前の地面に横たわっており、皆首を絞められ、おのおの汚れた布団がかけられていた。まあ、こんなこれ、ロサンゼルスタイムズに報道されています。まあ、今日 の朝日新聞の新聞にもこの載ってますね。金城茂明さん、これ短大の先生、にもなった方で、ちょっとそこをこの方もこの渡嘉敷島出身で、この時に現場にいて生き残りの方です。ちょっとそれを引用します。この金城茂明さん、私たちは生き残ることが何よりも恐ろしかったのです。私は石で母親を殴りつけました。兄とともに9歳の妹、6歳の妹、弟を手にかけてしまったのです。自ら死にきれず死を求めている人も手を貸しました。私たちは公民化教育や日本軍によって洗脳されていました。あともう一人、こちらが資料で、集団自決場跡地ってこの資料を作成した方、吉川利勝さんですか。実際証言、現地で証言を聞きました。で、吉川さんは、この時は6歳で、した。1945年3月米軍が島に上陸し、
駐在巡査の呼びかけで多くの住民と同じように集団自決が起こる西山に移動した。家族など20人が固まり手榴弾を爆発させようとしたが9月、その時母が手榴弾を持っている吉川さんの兄の祐介さんに叫んだ。祐介、手榴弾を捨てなさい。死ぬのはいつでもできぬ。と言って、この吉川さんは生き残りで、戦後は教員、でこの島の教育委員長までやった方です。で、例 の, 裁判になった時には、いろいろ証言に立ったという方です。で、その資料の後ろの方に、集団自決の集計が載っています。後でご覧ください。沖縄全体で、いろんなところで集団自決があります。伊江島でも、100人、読谷村でも先ほどのチビジリラカも含めて121人いろいろあります。それでやはりこの、島が多いですよね。座間味島が234、ゲルマ島53、それからこの渡嘉敷ですね、329。でこの沖縄県全体を含めるともうそこに出てますね、なんと1009名です。で、あとはもう一つ、その丸でですね、特攻艇の隊長が、長期戦で、こういう、これは川沿いの陣地ですね、ここで、数ヶ月ですね、ここで、立てこもるわけですね、区画陣地ってね。これも整備されているんですね。私もびっくりしました、行って。赤松隊本部号ってね、村指定戦争遺跡です。で、階段を降りて川沿いにこういうような遊歩道が あります。で、遊歩道の周り、看板、こう、小さな案内板ですね。これが一つ四つの号なんですよ。ただ、号って言ってもね、僕語っていうんですか、一人二人が入れるようなそんな程度のものです。これだけあるんですね。これは渡嘉敷村教育委員会が、ちゃんと調査して、いるもので、ここでも10以上ありますね。で、いくつかちょっと見ます。5-03、こうですね、こんなふうになってます。これ入り口がこうなってるのは崩壊しないようにですね、コンクリートでここで固めてあって、あとは奥はそのままなんですね。で、なんとかかがんで入れるぐらいの、私一人しかいないから人物映ってないんですけども、非常に本当にここで避難するってね、程度のそのサイズです。それからあと5-10っていうところもですね、ずっと奥があるんですね、ずっとね。でここについては、貫通してない、幅1メートル、長さ3メートルから5メートルという、そういうサイズです。で、中にはですね、かまど跡の号も丸9というところがそうで、ここはじっくり見てきました。こう入るとですね、なんかここちょっとくぼんでますよね。これがそのかまど跡、だいたい直径 1.5 メートル程度ですね。こういうすすのようなのが残っています。こういうですね、ここ8月下旬まで、ここに立てこもったということですね。で、この赤松隊は104名中21名が、生還しています。赤松隊長って言うんですね。はい、以上が、集団自決ということで、次に行きます。もう一つですね、沖縄戦で、もう一つの沖縄戦ってね、いうようなことで言われているのがこれです。
戦争マラリア。私はその町田にある音楽高校の時にこういう沖縄戦っていうのもいろいろ調べて報告して、そしたら戦争マラリアって知ってますかってね、受講した方にお叱りを受けましてね、それ以来ずっと戦争マラリアについてずっと調べています。私もそちらの方には目行かなかったっていうことですからね。で、戦争マラリアで、ここでは2つほどですね、白水っていうんですかっていうところと、忘れることなき石っていうんですかね、忘れることなき石っていうんですかね、についてちょっと紹介します。まず石垣島の万那公園に、戦争マラリア犠牲者慰霊塔っていうのが あります、それから、最近出た本にですね、この塩平正道さんがスケッチしたのが本になっていまして、ちょっと紹介します。石垣島に住む方です。絵が語る八重山の戦争。娘を産める母と息子、まあ、マラリアにあって亡くなった、娘をこういうふうに、お墓を掘ってですね、それから、こちらの眠れない死者の浜ですね、これは浜だから砂浜ですね、なかなか掘るのも大変ですから結局海岸の砂浜に、こう墓にするんですけども、風とかなんかで吹き飛んで、こういう遺骸なんかもこう晒されてしまうんですね。幼い遺体を埋めに、この背負ってるのも子供です。子供がこの遺体を墓場まで、今度は孫を背負ってってね、いうことで、まあ祖父ですね、おじいさんが孫をこういう背負って墓場へと。それからこれ避難小屋です。白水っていうところですね、ちょっと時間がないんでちょっと読みませんが、避難小屋、このような茅で、ですね、家を作って、ですね、ここで避難した。大体、40名ぐらいですね、ここに収容できるような、そういう、まあ、雑魚寝のような形でこのようなことですね。で、この絵では「んがなのしる」っていってね、これは「にがな」で、まあマラリアに、の薬がないもんですから、まあそれに、効くんではないかっていうことで、そういうのを煎じて、飲んでいた。それから、まあ、これはよく有名な、図ですね。マラリアって熱40度とか熱で、やられるんですけども、この水をですね死体に、かけて、なんとかこうですね回復するように。でそれが親子でもってもマラリアにかかっている図で、これ石垣島に八重山平和記念館ってありまして、ここにその戦争マラリアについて の資料館になってます。ちょっと港から歩いて25分ぐらいかかって、よっぽど行くぞって行かないとちょっと外れの方にあるんですね。沖縄県立です。ただお金出したのは国ですから。で許可を取ってきました。先ほどの塩平さんの主導のもとに復元していた模型です。このようなところが避難小屋ですね。このところですね、茅で作った。それからこれもその塩平さんの証言で、これはそのお母さんと子供ですけども、この模型はですねちゃんと水が、常時ずっと流れてました。であとこのこれは苦菜っていうんですかね、よもぎっていうんですか、もち草ですか、そういうものを煎じて薬にしていたと。こういうのが一番迫力のある模型でした。
高熱に苦しむ、母子像と。さあ、それでちょっともう少し、中身に入ります。このようなあのワークシートっていうのに基づいて、じゃあ八重山のどこがマラリアにかかるっているところか。あ、まずあの八重山って私もどこがその八重山があるのかなって、違うんですね、全体を言うんですね。ここにある島々、八重山、石垣島、竹富島、黒島、波照間島、西表島、与那国島とかね、あと小浜島ですか、鳩浜島と、全体を八重山といって、じゃあマラリアのかかるところっていうのはこの斜線あたりなんですよ、有病地っていうんですね。で、ですから、このマラ、こういうところに行くとマラリアかかるから、ね、にもかかわらず軍はそこへ避難しろというのがこの悲劇です。まず白水っていうのが、この辺ですね、これ石垣島の山奥の方なんですね。それから、あとは波照間ってね、から早見田ってところに避難しろと。でここも西表島の有病地、マラリアにかかると。さて、それで、どのくらいマラリアで亡くなった人数かっていうと、八重山全体が約3万1000人、マラリアにかかったのが1万7000人で、死んだのは3700名、っていうことになります。それから、このワークシートですね、いろいろ線で結べっていうんですけども、まあ、あのポイントは、原因は浜だらかに刺されるとマラリアがかかるんです。で、浜だらかは、ある病原体を持っている。それは、マラリア原虫っていうものを持っていて、それを人にどんどん移すわけですね、血を吸うことによって。で、このマラリア原虫が、どうするかしたら赤血球には入るんですよ。だからよっぽどあの原虫だから小さいものですよね。で、これはその資料館にあったのの写真です。番号振ってあります。1,2,3,4,5 ってあるでしょ。まず1が正常な赤血球です。ところが2あたりはなんか点がついてるでしょ。これはマラリア原虫なんですよ、が入った。で、次3です。そのマラリア原虫がこう増えるんですかね、赤血球の中に入って増えていって、4は白血球がもう壊れたと。で、5がもう白血球がなくなっているということで、マラリア原虫によることで、薬がないとどん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 ですね、赤血球が破壊されて最後は死んでしまうというのがマラリア病です。で、石垣島の、白水っていうところが石垣島の指定史跡になってましてですね、なんとか行きたいなっていうことでチャレンジしてみました。去年ですね、去年の正月ですね、ずっと奥の方に御神栄号とか八重山市長の号とかあるので、なんとかそこまでっていうことでチャレンジしましてですね、まず1月2日、白水避難地三角にしているのはここにたどり着けなかったっていうんですけども、こんな感じなんですね。こう巨大なこうなんですか、これは、シダっていうんですか、があったりして、井戸は発見できました。これはここに、陣を取った軍が、井戸を作ったっていうんですね。で、ずっと先進むと川がありましてですね、当時すごい雨が降ってましてね、ロープがあってその向こう側に行くっていうことでロープあったんですけども、ちょっとやめました。
まずこの日はここまでで、次の日も、気を取り直して、ですね、また行ってみました。で今度はあの真ん中でかまど跡 L 字溝まで行ったっていうのが載ってますけども、先ほどの川は少しあの雨が止んだので少しあの穏やかになってまして、なんとかこのロープ伝いで、向こうまで渡れることができまして、そこにはかまど鍋皿がありました。まあ、当時の避難民が、ここで、避難生活を送ったというかですね。それから、L 字号このね、まあ木号のような形ですねの役割を果たしたというのもありました。で実はこの日もあの途中で分からなくなってあの途中でやめました。でまた次の日、ですけどね、今度はなんとかその川を渡って、その郷までたどり着けました。八重山市町の郷と御神栄郷です。ここにはまたあのまたかまどが残ってました。でこれが郷が2つありまして、八重山市町郷ですね、まあ、その、役場の書類ですねをここに、避難させようとしたさてたための郷です。もう一つですねが御神栄宝護郷というのですね。ちょっと奥がこうあの塀になってて、まあ、ここにおそらく御神栄をちょあのここに避難させようとしたのでしょうか。で、調べましたら、まあ、この郷自身は、全長13メートル、幅2メートル、高さ 1.9メートルで奥の方が少し広くなっています。でこれについてはあの資料があのカラーの写真、これはあの沖縄県が、調査したその資料をそのまましたものがこれに載ってますのであのお読みください。御神栄宝護郷で、天井にですね何か言いましてですね、コウモリでした。あの大抵こういう郷には、コウモリがの住みかになっています。で、この沖縄県の資料をちょっと読みますと、石垣大浜白穂竹富、小浜の各国民学校の御神栄をここに保管したとされると。で、その職員もですね近くに、事務所を設けて、ここで、見張りを務めたけども、終戦後各学校に返還され焼却されたということです。はい、あと全体的なところをもう一度ですね、今言ったのは石垣島の白水っていうマラリアにかかるところに、避難させられて、マラリアにかかった。であともう一つ、これから波照間島の島民が、西表島の方に避難させられたという例を、これが忘れないしっていうような言われたところになります。まあ、これも、まあ、有名なあのですけども、西表島に、ですね、石に掘ってあるんですね、忘れない石ってね、いうのを掘ったんです。まあ、それについてちょっと見ていきます。もう一度言いますと、この斜線が、遊病地で、西表島がこちらの方ですね。それで波照間島がこうです。波照間島に行くには一番結構遠いんですね。波が高いと船があの行けないんですよね。で波照間島から早見田っていうところに、軍はそこに避難しろっていうことで、それでのこの事件になります。で、その西表島のに疎開した波照間の島民たちがここに、避難したところ、早見田海岸ですけれども、現在このような碑があります。立派ですね。忘れない石波照間式な、これはあの実際あの下の石にあるんですよ。
であとはこれに関して、ここで亡くなった人の名前とかいろいろ解説してありまして一番上の方にあるのが、この銅像ですが、小学校の校長の銅像になっています。四季名新章が、校長が、この忘れな詩っていうのを刻んだっていう話なんですね。で、それは、この疎開させられた西表島にいて早く帰りたい帰りたいと、まあこの波照間島の方を、まあ、向いてるわけなんですけども、で、その西表島で、疎開 させられて小学校の子どもたち322名中66名がマラリアで亡くなったと。で早く帰りたいっていうことで、その波照間の避難させられた島民たちまたはこの小学校の校長など彼らは、返してほしいと直訴するわけです。その相手山下虎夫ってねこれ酸っぱいなんですね。中野学校出身のこいつが悪いやつで最初は猫をかぶってるんですけどもそのうち、西表島に、疎開しろっていうことで、そうすると向こうで西表島で、見張ってるわけですね。で、買いたいって言うんだけどもならぬと。それでこれ談判している絵なんですね。それで、この小学校の校長は切るなら私を切れとそういう毅然と対応して、この山下虎のスパイも、諦めたって言いますかね。結局昭和20年の8月初めから8月の末までにほとんどの住民が、引き上げたとそういう話でその中で、この四季名新章っていう校長が、これを忘れるなと、コツコツとね、掘り上げた小さなつらしで、掘り上げたというのが残ってるわけですよね。これですね。で波照間っていうのはだから波照間の島民ね。で四季名っていうのは、校長の名前です。忘れないしっていう言います。駐車場なんかできて整備されてます。ただマスなんかは最後まで行ってないんですね。だからレンタカーで、行くしかないんですけども、で、この事件をですね、石垣島の方が本にしてます。日本軍と戦争マラリアってね。そこで、この三浦作さんは日本軍は、多数の住民の死者を出し、マラリアですね。それと引き換えに軍幹部は龍馬を頼りに確保した。どういうことかって言ったら波照間にいる湯水やヤギを、全部それをそのままにすると米軍が、捕らえて米軍が食っちゃうから、殺してであとは、それを軍が、石垣島に持っていくと。そういう一つの謀略であったっていうことですね。だから軍命疎開避難は、軍命移動と呼ぶべきだと、軍が軍を守るために住民を犠牲にした、大日本帝国軍隊の謀略事件に間違いありませんと。つまり波照間の島民を、疎開させてヤギや牛を、それを軍が横取りしたとそういう話です。まとめです。波照間の場合ですけどもどうして戦争マラリア事件が起きたのか。日本軍が島の住民たちの食料を横取りしたのです。沖縄戦後も本土決戦の時間稼ぎつまり石垣島の軍隊の、約3万人とかこう言うんですけども、その軍隊もですね、結局本土決戦を長引くさせるために、そこに
終了しなくちゃならないので、その食料を確保したという意味ではないかと。でもう一つ最後に、今年の1月も行ってみたら、なんとこの立派な、慰霊碑もですね、来なくなっちゃったですね、この下ね。で、あの平和資料館の方でもどうしたんですかって聞いたら、あの去年の9月かなんかに沖縄にすごい台風が来たんで、その時に剥がれてしまったってね。まあ、この日治市はあの村とかなんかが作ったんじゃなくて、有識者がお金を出し合って、作ったそうなので、まあ、もうまだこんなになってるのか、それともちゃんとあの、ね、修復されてるのかどうかですけども、はい、以上で、あとちょっとしかないんですけども、頑張って、もう一つ最後です。まあ、今回のまとめのような形で、です。はい、1945年5月29日、首里城が陥落します。で、首里城にはいくつか戦跡があります。これは外周道路にこんなのがあるんですけども、普通の人は、全く気に留めないんですけども、統治家なんです。で、普通統治家っていうのは、かかずの統治家と有名で、まあ、こんな高さが130センチぐらいあるコンクリートのできてますが、この首里城にある場合はこう埋められてしまってんですね、統治家です。で、あとあの資料に、出しているあの中央文庫の沖縄決戦のことです。矢原広道っていう、これは38軍のナンバー3です。マブニの司令部号が米軍に包囲されると、長参謀長は高級参謀の矢原博道にそこからの脱出を命じた。本土に戻って大本営に沖縄作戦をの戦果を報告し、本土決戦の教訓とするためであった。で、実際矢原はあのなんとあの捕虜になっているんですけどね、でもあの生き残って、そういうあの沖縄決戦っていう分厚いですね、そういう今書物となって読むことが、できます。で、それの、 あの印刷したのは司令部校 の、 あの様子です。こういうあの本で、あの市販されています。で、こういう人物なんですけどね。で、この本の中には、シリ軍の司令部がの略図ですね、こんな風に、なって5つの出入り口があって、約あの、1000メートルの総延長ですか。で、残ってる写真こんなのがあります。多数の事務室や居室、かつて銀座の夜店も格やと思うとね、という総延長1000メートル。それからこのようにですね、ベッドですかね、1004人の将校を収容して、さながら一大地下ホテルの館がある。1000名収容した。まあ、軍隊ですよ。で、まあ、このような、首里城の真下に、あるわけです。で、今年の夏に NHK が入ったんですね。で、テレビ等を見た方、あと、新聞にも載ったと思います。第5の公務地から入れるそうですね。で、これがそうですね、まあ、これ NHK のホームページから撮った写真です。こんな風にあの一時はあの検討したんですね。で、こういう鉄の枠がある。で、そこにはあのヘルメットとか、なんかが無造作に置かれていたと。で、現在もあの残ってるのは残ってるんですよ。ただ通信室です。こういうようなコンクリートの建物が、ここ一箇所と、もう一つですね、こういうのが、ここはあのここで印刷したっていう言われてるんですけどね、二箇所あります。
まあ、それとあとは、こういう司令部号から海軍です。海軍の司令部号ですね、海軍号公園というで、ちょっと有料ですけども、一般公開といいますとね、入れます。まあ、きれいなに整備されていましてですね、まあ、非常にこういう照明なんかもしてますから、全然普通 の靴とか全然心配ないですね。でここは幕僚が手榴弾で自決したその破片、それから司令官室で有名なのが、その太田稔中将が最後に伝聞を送った中に、沖縄県民各戦いに県民に対し後世特別のご後輩を賜れんことということで、これが最後 の伝報文だったと、言われています。はい、急ぎます。マブニ農家ですね、平和の礎はずっとこの向かって右側の方になります。で、まあ、なかなか行く機会はないかと思うんですけども、国立沖縄戦没者墓園というのがありまして、これは2年前に、対する今の上皇ですか、平成天皇陛下がですね、ここに、ですね、慰霊碑にこう11回目って言いますね、沖縄人 の新聞写真で、ちょうど私もこの時沖縄にいたんです。で予定通りって言いますか、ここに行きたいと思ってたので、行ってみたら、これがその当時の、平成天皇が皇后が菊の花でした。でその戦没者墓園の後ろにですね、が納骨堂があるんですよ。この2つ18万世の柱ですねの遺骨が安置されているそうです。さてその摩文仁農家は平和の礎とか資料館というのがこちらにありますが、私は、こちらの方をですね、これが本当の沖縄戦終焉の地で、す。でまずその摩文仁農家の頂上をですね、連盟の塔をつって、内島充と、参謀長の張勇のこのモニュメントですね、あります。であの辺は崖になってますね、ギザバンタっつって、ここで自殺するような形で住民が海に身を投げたっていうんで、米軍はスーサイドクリフ自決の断崖と言ったそうです。でその一部に、その司令部号がある、ここですね、ちょうど向かって左上の方が連盟の塔です。そこから階段をずっと降り途中にあります。で、まあ、こんな風にですね、鉄柵、こういう入れないようにはなってるんですけども、ここの中に、中で6月23日自決したわけです。で、まあ、これが先ほどの矢原博道の沖縄決戦の中に出てくる、その総延長100メートルのその司令部号です。こういうふうなことになってたってんですね。まあ、これは皆さんの資料にはない ありませんが、実際、入れないことはないんです。これは地元の人に案内していただいて、どうですか、これが司令部号です、洞窟ですね。まあ、だから洞窟を司令部に使った、だから司令部の役割を果たしたのどうかは大きな疑問が出ます。だから、単に、まあ、つまり、米軍を沖縄に、ここに留め、ここにずっと釘付けするために、ここに、司令部として、その長引かせたってね、いうわけですよね。
で、その中にはこれは靴ですかね、あのそういうものが残っていました。で、まあこれがその写真だって言うんですけどね。あのまあゴムがかかってるわかりますね。この杭とかなんかがあってね、当時はそういうふうになってたようですね。それで、2人が横たわっている。牛島満と張勇ってね。おそらく張勇って散歩中の方は図体がでかいから手前がそうかなってね、言うんですけども、あの先ほどのあの矢原兼光の本だとね、あの武士と同じようにあのなんですか切腹とかあのそんなの儀書いてあるんですけども違ってますね。ちゃんと首くっついてますけどね。それで、牛島満中将は各部隊は最後まで完投するよう悠久の大義に生きるべしということで、戦いを続けろと言って、自決しています。まあそれが元で、悲劇が続きます。で、ここは男子学徒のですね賢治の塔っていうのが、ありましてですね、要するに師範学校ですねの男子部ですね。まあこの辺にあの、遺体が発見されたっていうところです。でこの平和の塔っていうのがありましてね、この、真下が一つ空洞になってるんですね。でこれですけども、でここが今あの納骨堂になってます。たまたまなんか若者がですね来て、いました。で、このレンガのようなので、ですね、こうこの奥が納骨堂で、まあ、おそらくその戦時中はここに、学徒たちがあの避難したと思われますが、この納骨堂よくよく見ると奥の方なんか隙間がありますね。これもあの現地の方に教わったんですよ。その納骨堂カメラを入れると撮れるよと。これです。で、私たちあのね、こういう遺骨っていうのはね、あの一度ほらね、あの焼いたものをですね、の拾ったりしますけども、そうじゃないですから非常にあの大きいっていうイメージですね、この遺骨っていうのがですね。はい。それで、この辺には数万の日本兵と住民が、ひしめき合っていたと。でその中に、南明の塔っていうのが ありまして、これは日系二世の米兵が、ここの辺を歩いて、ですね、2、3歳の少女が母親にすがりついていたと。でその時には素通りしてしまったと。で非常にそれが後になって、ですね、気の毒でたまらなくなって、もう一度その日系二世の兵士が、沖縄を訪れて、区民とともに、ですね、この辺の遺骨1万2000柱を収納してここに、納めたというところです。で、このところの隣にある岩ですね、ここも住民が避難したと。で、まあ、こんな絵がある通りですね、あのナパームバンで、ナパームバンが落ちて、岩が燃えていると。チンガーっていうね、井戸があるんですね、死の井戸っていうんですけどもね、今でもこの水が溜まっていました。で、夜になると日本兵や住民が水を求めて井戸に殺到したと。で、その時の、再現した絵です。死体が出あふれて、それでその中で水を汲んだと。その水は地で染まっていた。まあ、あともう少しで終わります。米酢っていうあの
姫入とあたりあるところです。小梅津小学校の近くに、中礼堂というのがありまして、まあ、これもいわば納骨堂ですね、作った時には納骨堂のことです。で、その中にこのような、名前がずらずらとこうですね、記名されています。戦没159名ですね。で、50個の屋号ごとにってことになってます。で、よくよく見てください。例えば真ん中ですね、これは山城さんっていうね、8名が名前が載ってるってことはどういうことかしたら、この山城一家が、全滅したっていうことですね。それが他もそうだっていうことですね。42世帯全体の 14% だ。で、同じ米数のところに、この、なんだ、右下の図ね、黒いところが一家全滅のところです。こんなにあったんだね。それでちょうどこれはあの姫入りの塔から、マブニの丘に行く道ですね。よくあのガイドさんが、はい、左見てください、ここはいあの一家全滅のところですだってね、どこでもあるんですけども、そこにはこうですね、このような形で、ですね、真ん中にあの建物があって、ね、あと周りが、うちがないわけですね。つまり、その子孫がいないわけですから、空き地になっている。で、私思ったのは、沖縄戦というのは、一言で言うならばこれだと、沖縄戦というのはもうこういう住民が一家ごとですね、全部あの亡くなっていくところ、そういう戦争だと。で、ここの写真はこれもですね、4軒ぐらいこう並んでるところですね。で、そこはあの案内してもらいましてですね、で、必ずこういうのがあるんですね。ここの中には、そうですね、まあ位牌っていうんですかね、位牌はないですね、7名分のですね、こういう線香を立てるところもあったりしています。で、まとめます。まあ、住民にとってっていうことで、まとめるならば、沖縄戦から見えるものというのは、まあ、シンプルにいきます。住民を巻き込んだ激しい地上戦だったと。それから、正規軍人よりも沖縄住民の犠牲の方が多かった。それから、疎開などの住民保護対策が不十分な上、住民が根こそぎ戦場に動員され、軍官民共生共死、まあ、これが一つのキーワードなんですけどね、一体化の指導方針の下で多くの住民が犠牲となった。でさらに、先ほど見たようにですね、住民虐殺ですね、スパイ容疑、乳幼児殺害、日本軍の命令指導誘導によって中断しですね、まあ、あとマラリアのああいうのもそうですね、食料強奪、強追い出し、といったそれでなった死亡、まあ、こういうのがあの分かるんではないかと。まあ、私もあのなぜ沖縄に行ったかといったら、まあ、これを確かめに、見に行きたかったんですね。まあ、つまり本土決戦になれば同じことがに状況になるっていうようなことで、そういうことであの沖縄戦席をあのずっと見て歩いています。はい、魂魄の塔ってね、まあ、ここに3万5000人の遺骨が収まってたんですけども、まあ、それが先ほどの国立の、の方にあの全部あの移し替えられているそうです。はい、じゃあこれはもう先ほどやりましたので、以上で終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ちょっと僕の方からいいですか。あの修学旅行行って生徒たちの反応ってのはどういう感じなんですか。僕も2回くらい連れてったんだけど、あのそれを言っちゃう前にちょっと先に、はい、沖縄修学旅行
というのは、まずちょっと全体的な話をしていきます。お金がかかるんです。それから時期が、三角期、冬しかない。まあ、しかないというわけじゃなくても、どんどん安いから。じゃあ、秋でやるとすると、3泊2泊に減ってしまったりとか。最近東京とも少し7万9000ぐらいのやつを少し1万ぐらいプラスアルファして少し少しかかってもいいよっていうふうにはなってますけども、なかなか三角期に設定するっていうのは難しいっていうんですかね。っていうのはちょうど3年生に、の前の学期ってゼロ学期っていうんですけどね、受験に関しては、三角期には修学行為っていうとね、そんな浮かれた気持ちでなかなか受験に対して入れないなんていうことで難しいんですけども、まあそれはそれとして、生徒にとっては人気はあります。沖縄地震、まあそれは何かしたらまず行ったことがない。それにそれリゾート地であるとかね、いうことで人気はあります。だから沖縄意外って言うとなんだっていうところはあるんですけどね。まあそれでだから修学旅行の全体的に言うならば修学旅行を沖縄に持っていくと一応生徒は喜ぶと、一般のね。まあそれでじゃあどうやって平和学習をっていうんで、まあだからそれが1年生の時からこういろいろ事前学習なんかをやったりするんで、まあそういうのを積み重ねてっていう、ことで、なかなかだから他の北海道行くとかなんかっていうよりも、まあ、その平和学習っていうので言うとなかなか手間暇がかかるっていうのが正直な、ところで、まあそれなりにまあガマ体験なんかではまあその狙いたものは出てくるんではないかなと、思うんですけども。まあ、確かに沖縄ってね観光地でとにかく海の色と空の色が一緒だとかなんかいうのが生徒たちの印象ですけども、まあ都立高校全体的に言えばそういう広島でも長崎でもできるだけその平和学習と絡めて中学旅行をやっていこうっていうのはこう全体的な雰囲気ではあります。ねそんなところですかね。あともう一つ体験者がどんどんこうなくなってるわけで、例えば広島なんかも被爆者の平均年齢が80超えたっていう、それはもうなんていうのしょうがないことなんですけども、体験者の話じゃなくてその資料館、沖縄の資料館 の, その伝えるっていう そういうところは今どういう感じなんですか。こういう感じっていうのはちょっと変な言い方だけど、資料館そういうところあんまり行かないんですか。あ、私自身ですか。私自身は行きますよ。で何年か行ってて変わってきてる。つまり体験者の話じゃない人たちが伝えてるわけでしょ。ガイドね。そうガイド。そういうテーマで言えばやっぱ戦後生まれが、そのああいう資料館のガイドとして活躍しているっていうことでは、まあ、頼もしいと思います。まあ、というかそれしかないわけでして、で私も書かせてもらったんですけども、その通信ですね、通信の中で、395号ですか、この武井さんの、広島から通信395号、8月20日付のにちょっとコメントとして入れたのは、私がこういう沖縄に はまったっていうか入り込んだのは、まず旅行会社の、まあ、名前言っちゃいますと富士国際旅行会社となりましてね、まあこういう平和とか非常に積極的に取り組んでるところ2回行きましてね、まあそこでまあ私自身が影響を受けたっていうかね、まあ、それで中に若い女性がガイドになってましてね、
大阪出身のね、太田光さんってね、もう20代のことでしたね、後半ぐらいの、大学時代、大学院時代からこの沖縄について調べていて、それで、沖縄へ、来てまた調査をして、そういうガイドもして、で今は、一中ですか、今日の映像でも出てきましたけども、一中の、展示室の解説員をしていると聞きました、そういう方が、これからは主役っていいますかね、こういうガイドになっていくのかなということで、こういうやっぱ世代交代のような時代になってきてるのかなと、思います、だからそういうのをこれから取り組んでいかないといけないのかなと、思います、はい、ありがとうございます。今395っていうので通信の あれがありましたが、一応の、中田さんに前から話してちょうど306というのが第1回目です、その右側のページに目録というか目次をつけておいたんですが、1から8まで書いてもらって、牛島司令官がどこで自決したのかっていうのが306で、その次が327という感じで全部で8回、今日は最後の7、最後というか7、8が今日の分です、ということで、これはこれでもうなんか本当に貴重な資料に、なったので、いろんな意味で今日の話と含めて改めてまとめて読んでもらえればなというふうに思っています。他に何か、まだ時間、もうちょっと、はい、どうぞ、はい。ちょっと感じたことなんですけど、4点ほどちょっと、一つは今のこれですけど、これの、なんですか、ナンバー、広島から広島へのナンバー、425ですか、これに知らんねんの子っていうのは出てますですよね。第二工場のやつですね。それで私もこういったことあるんですけど、さっきはいろいろこう詳しいお話があったんですけど、私はこの当時から知らなかったんですね、初め。それでどうしてひめゆりの方はですね、ものすごくああいうふうに盛大になるのに、どうしてこの第二工場の方がこんなね、なんかあまり多く注目されてないかと思ったんですよね。そしたらやっぱり人数のせいなんですかね。人数が少ないんですね、もしかしたら。そんなことがなんかだいぶ差があるっていうのは感じました。でそれからですね、先ほどもちょっとあまりお話出ませんでしたが、沖縄の32分っていうのがあって、でそれでそれがその戦争の始まる少し前ですよね、台湾の方へ第9師団っていうのを移してるんですよね。第9師団っていうのはもともとの精鋭師団というか金沢なんですけどね、でその第9師団っていうのをその32分から抜いちゃったから、ものすごい手薄になって、だいぶ何ですか、作戦を変えたとか、さっきちょっとお話ありましたんですけど、それでその第9師団っていうのはその満州から沖縄へ来て、で沖縄から台湾へ来てですね、それでもう本当に不思議なんですけど、沖縄ってあれだけ兵隊さんが死んでますよね。で第9師団っていうのは戦死してないんですよね。それで戦争終わっちゃってるんですよね。だからそういう、ラッキーなところもあるんだなと思って、それが金沢の第9師団です。でそれとですね、あとはもう一つ、先ほど海軍の司令官で太田中将って方があるんです。それでこれはこの時かもしれませんけど、だいぶ前ですけど、現在の海上自衛隊ですよね。それで海上自衛隊が初めて海外行った時ですか、その時の隊長が太田中将の息子さんですよ。だからそういう自衛隊に入ってですね、そういうことがあります。それからもう一つはですね、先ほどもちょっと写真が出ましたけど、アメリカの司令官のバクナー中将っていうのが戦死してるんですね。でアメリカの戦死した将校の中で最高位の中将で最高位の人が死んだんですね。それでそれのまた反撃で随分またひどくやられたらしいんですけども、それでその幕内中将っていうのは何で死んだかっていうのはいろいろ話があるみたいなんですけどね、
なんか将棋兵でやられたってこと、でもそうじゃないらしくて、あとは肺胞の破片かなんか死んだって言うんですよね。で、そうすると、その時の肺胞って言ったのは、野戦重砲兵って言うんですけど、野戦重砲、野戦重砲兵第一連隊っていうのは、千葉県の市川の高野山なんですね。それで私、市川に住んでるもんですから、この辺よく行ったりしてるんですけど、その野戦重砲兵第一連隊の大砲で死んだんだろうって言われてるんですけど、それで、その大砲が今、ご存知と思いますが、優秀館にあるんですよね。優秀館ってさ、いいとこじゃないんですけど、靖国神社のところにありますですよね。で、あそこの建物が変わって、新しくなったのは、1階がただで入れるところで、そこにゼロ戦とか、機関車とかなんか、大砲が2門あるんですけど、そのうちの1門の榴弾砲っていうのが、その沖縄で、その野戦情報兵第一連隊っていうのを持ってたりするんですね。それがなんかどんどんこう整備されてきて、今、優秀館に飾っております。それが沖縄戦での大砲ですね。まあそういうようなことがありました。すみません、いかに嘘ばかりでしたけど、ちょっと待って。はい、優秀館、今話が出たので、丸での模型も優秀館の中にありますから、小さい、本当に小さいですけど、それからもう一つ追加、太田中将の息子、一人は自衛隊ですけど、一人はちゃんと教師で、反戦活動をやってるというのが有名な話ですよね。まだもうちょっと時間ありますけど、はい、どうぞ。私、実は五月期自前、行ってきたんですけど、今、お話になったのに、マルレ、それは、岩を、硬い岩を切り抜いたらしいんですね。トンネルみたいになってまして、それは朝鮮の人が作らされたんだそうです。とても大変な作業で、何個かこうあったみたいです、ね。それも皆さんに知ってもらえたらと思って行きました。ちなみに、あと、はい、石島みつるの孫は小学校の教員やったんですね。そうですよね。もうまだまだついこの間の話ってことなんですよね。だから本当にいろんな意味のつながりというかですよね。はい、他にありますか。はい、どうぞ。はい、じゃあその別の、まあ、僕も一緒にちょっと渡嘉敷に行ってみたんだけど、渡嘉敷にやっぱり朝鮮人のヤーブなんかの記念があるんですけど、あんまり訪れてる人がいないみたいで、少し荒れてるような感じのこと見られてたので、まあ人が多いんだ。それどういう形で残ってるんですか。土台が残ってるとか、かなり大規模な敷地、丘の上にあるからね、なかなかあそこまで行く人っていうのはちょっと少ない。看板も出てないんですよね。そうそう。でも行かれたわけですよね。行きました。それはどうやって行ったんですか。それは事前に赤瓦の家っていう川田さんの、はい、本を読んでいたんで、すごいな。まあこの辺りだろうということで、電車から借りてたんで、行ったんですけど、ちょっと分かりづらくて、でも行ってみたらかなり大規模な、なんか荒れてたりとか。でもあんまり喋ってないんですけども、石垣島とかこう調べたその本を見るとね、結構イアンドイアンジョがいるって。そこを行ってみると小学校の裏がその空き地だったりとかね、なんかちょっとこの辺はちょっといっぱいあるところかなと、そういうモニュメントもいろんなところにあるんですよ。まああと軍服とかね、そういう朝鮮人ね、はい、他にいいですか。はい、どうぞ。はい、優秀館なんですけど、私もほとんど行ってないんですけど、新しく改装した時ですね、あの時行ってびっくりしたんですけども、あそこで初めて一番奥の方ですか、ここで死んだ若い兵隊兵士の写真なんかがずらっと並べてあったんですよね。とその中に東条大将の写真があったんですよ。まあ、ああいう要件の人っていうのはホームスって言ってますよね。死刑になったあの人たちのことを。
それでその特攻で死んだ兵隊の写真と一緒に当時の隊長の写真があって、まあ、びっくり仰天した。それさすがすぐ片付けたようですけどね、もう優秀感とかそういうところです。だけど特攻隊で死んだ人は、いや特攻隊じゃなくて戦死者の写真ですから、特攻隊とは限らないんですよ。いや最初見た時は特攻隊の中にある。ああそうですか、はい。すいません、もう時間もあれなんですが、一番最後に浅田地下壕の、この資料、これ今日僕が作った資料ですけど、一番最後のところに、12月5日、地下壕の見学案内っていうページがあります。で、よく似てるから、なんで2枚って思うけど、左側は当然中で、右側が壕です。で、さっきの中田さんから配ってもらった資料の1枚も浅田地下壕なんで、ちょっとそれ宣伝してください。あ、はい。浅田地下壕は、ちょっと待ってください。行かれたことある人どのくらいいますか。今日これ少ないんですけど、2人もですから、ね、まだ行かれてない人多いんで、はい。まあ、本土決戦の、来るべき本土決戦を見据えて、ちょうど敗戦1年前に、1945年9月、昭和19年9月ですね、建設が始まって、でただ実際は中島飛行機という軍用機メーカーですね、その戦闘機につけるエンジンですねの部品を地下工場で作って、で、まあ、その飛行機で本土決戦をと、まあ、そういう、まあ、日本の戦争その末期の状態を如実に示すそういう戦争遺跡です。で月1回やっております。でコロナの時にはだいぶガクッてここですね、外出がみんなできなくなってしまってですけど、まあ、最近ちょっと盛り、返しまして、でこの10月11月でまあ、言っているかな、まあいいよね、オープンすれば、小平にある朝鮮大学校の学生がですね、10月、11月って2ヶ月かけて、どっとこう見学に来てくれるっていうことで、まあ、よく聞けば朝鮮大学の学生も出学を伴って、まあ、やっぱり修学旅行のような形っていうのはできにくいので、近場で。まあ、ちょうど浅香地下壕がそういう朝鮮人がかつて掘削したっていうのもかかって、相模湖の三国ダム、あそこも中国人朝鮮人がそこで掘り使われているところもあるので、まあ、そこと浅香地下壕、まあ、この2つを午前中と午後でこう入れ替わりながら、全部でですね160人暮らしがあるんですよ。まあ、っていうようなことで、いろんな形で今浅田地下壕も戦争史跡としてこう少しずつ少しずつ広まってきていまして、まあ、ぜひまだの方は月1回ホームページがありまして、浅田地下壕の保存すべき会って、すれば出てきますので、あとは私の方が見学担当に。よろしくお願いします。ということで、はい、高尾駅って JR の方？実際は JR 高尾、そこから歩いて20分ぐらいで行くところです。JR じゃないんですね。はい、違います。はい、そうです。じゃあこれで一組にしたいと思います。中田さん、今日は忙しいところ本当にどうもありがとうございました。